皆さんこんにちは。今日は、ロイヤルエクスプレスの本番ですね。1回目が走るということで、ここは JR 北海道根室本線西帯広駅に来ています。でどうやら、混乱を避けるためというか、警察署の方から警察官も出動しているようですね。ホームには見学者の方と警察官と JR の職員がいますね。もう間もなくこの西帯広駅を札幌方面から釧路方面に向けて通過していくと思います。今ですね、JR の職員さんに話しかけられまして、やべえ、ここ取っちゃいけないのかなと思ったんですけど、そうじゃなくて、なんか定時刻で今走ってますよということで親切に案内していただきました。あと、もしホームで撮影する際は黄色い線の内側から撮影お願いしますということでお願いされました。まあ、もちろんルールは守ってね、撮影したいと思います。今またですね、 JR の職員別の方に話しかけられて、こっち入らないんですかということで、もしよかったらホームから撮った方が近いですよってことで、なんか結構やっぱり JR 北海道の職員さんはすごいいい人が多いみたいで、もう黄色い線からはみ出ないように、危険がないように撮る分にはもう全然いいですよってことで今また言っていただきましたね。なんでちょっと下に降りて撮ってみたいと思います。もうちょっとわかんないんだよね。私はこのホームの一番端っこ、あっちの方には多分行っちゃいけないと思うんですけどね、ここまでだったら大丈夫だと思います。今見切りが鳴って駅の案内放送流れてます。来るみたいですね。帯広駅から池田駅に向けて走っている途中ですが、
なんとたまたまなんですが、隣にロイヤルエクスプレスが来て並走するような形となりました。素晴らしいですね、この青空の下、大自然の中を走るロイヤルエクスプレスです。ということで今池田駅まで来ました。池田駅から、列車からこのバスを乗り換えて十勝川温泉に行くツアーなので、これがその高級バスですね。ちょっと青って緑よ。これが十勝バス、普通の路線バスです。2台に分乗していくわけですね。これはまた帯広行きの路線バスです。あ、なるほど、路線バスが出た後に所定のバス停につけるみたいですね。肝心のロイヤルエクスプレスですが、多分今頃ちょうど池田駅、この駅に着いたと思います。めっちゃかっこいい。
前回試運転の時は開けれた窓が今日は短い方が2エンドなんですね。開いてる開いてる、すげえ。いやもちろん入っちゃいけないんですけど、見るぐらい開いてる。すげえ、めっちゃ豪華じゃん。あ、こっちは閉まってんのか。うわすげえ、食堂車。前回は全部閉まってたんじゃなかったかな、確か新運転の時は。え、全部食堂車。うわすげえすげえ、めっちゃ、これ何、あっち観音開きのドアなんだ。
1番線到着の列車は釧路から参りました帯広行き普通列車です。危険ですので黄色い線より下がってお待ちください。ありがとうございました。池田駅到着です。車内にお忘れ物などなさいませんようご注意ください。このタラコも十分かっこいいですし、レアなんですよね、実は。気がついたんですけど、駅舎の柱、これ全部レールが使われているみたいですね。